どうもこんにちは。今回のテスラ関連の最新ニュースは、アメリカ市場におけるモデル3とモデル S がなんと最大100万以上もの大幅な値上げが刊行されるが、このことから考察できるテスラの新開発のバッテリーセルの開発が難航している可能性、そしてテスラの買い時に関する個人的見解、第三者機関の調査によってテスラのバッテリー調達コストが業界でトップに立っているということが明らかに、やはり自分たちの手でバッテリー生産にコミットしているという点がコスト低減につながっていることが示唆されるが、それと同時にバッテリー内製化にコミットしている競合他社に関しても、そのテスラの調達コストに肉薄し始めているという事実の2つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、アメリカ市場をはじめとする多くの地域においてモデル S、 さらにモデル3に関してもなんと最大100万以上もの大幅な値上げが刊行されてしまいました。まず今回をはじめとするテスラの車両の値段変更に関してですが、おそらく本チャンネルをご覧になっている方であればお分かりかとは思いますが、テスラというのは既存メーカーが採用しているディーラーを仲介した間接販売という手法を採用せずに、テスラ側が直接販売する直接販売体制を一貫して導入していますので、そのような販売会社との調整を全く必要としない、つまりその車両の値段設定などを自在にコントロールすることができることによって、通常の既存メーカーでは考えられないレベルでその値段設定に変更を加えることができて、例えば先月である2月中に行われた日本市場におけるミッドサイズセダンであるモデル3が最大150万円以上もの超大幅値下げが行われたということをとってみても、おそらく既存メーカーが同じモデルを突然150万円も値下げするなど考えられないと思いますし、こちらに関しては常に改善を繰り返しつつ、それによるコスト低減の恩恵をすぐにユーザーに還元していくという思想であり、非常に好感が持てる部分であるとは思います。しかしながら今回新たに明らかになってきたのが、アメリカ本国におけるそのモデル3をはじめとするいくつかの車種がなんと最大で100万以上もの大幅値上げが行われてしまったということで、まず日本市場においては大幅値下げが行われたモデル3に関してですが、エントリーグレードであるスタンダードレンジプラスが500ドルの値上げが行われ、37,490ドル、日本円に換算して409万円からのスタートとなりましたが、逆に中間グレードであるロングレンジはむしろ500ドルの値下げ下げが行われ、46,490ドル、日本円に換算して507万円となりました。そして最も衝撃的なのがテスラのフラグシップセダンであるモデル S の最上級グレードであり、時速100キロまで加速するのにかかる時間が 2.1 秒、4分の1マイル到達するのにかかる時間が9秒以下、そして満充電あたりの航続距離が歴史上最長の837キロという、とにかく全てが化け物級のスペックであるプラッドプラスの値段設定が1万ドルも値上げされてしまということで、こちらに関しては我々である日本市場も全く同様にジャスト100万円の値上げが行われてしまい、おおよそ1800万円という超高級車となっています。また今回のプラッドプラスに関しては、その納車開始時期に関しても大幅に変更され、当初の計画だった今年である2021年の後半というタイムラインから、なんと来年である2022年の中旬ということになり、よって当初の納車スタート時期から1年近くも遅れてしまうというかなりの納車遅延となりますので、こちらのモデル S の最上級グレードであるプラッドプラスの納車を待っていた方に関してはかなり残念なニュースであるとは思います。そしてこのプラッドプラスの納車が大幅に遅れるというニュースに関して1点考察できることというのが、そのプラッドプラスに採用される最新のバッテリー技術の開発状況が順調ではない可能性があるという点となっていて、というのも来月である4月中には納車される予定であるモデル S の中間グレードであるプラッドに関しては、18650セルというテスラが当初から採用してきた従来通りのバッテリーセルの採用を続けているのですが、最上級グレードであるプラッドプラスのみにおいては、昨年である2020年の9月に開催した最新のバッテリー技術の発表会であるバッテリーデーにおいて発表した最新型セルである4680セルを採用することを表明していて、こちらの4680セルに関しては現状のパナソニックとの協業関係による生産体制ではなく、テスラが独自に生産をスタートし量産することを目指していて、すでにパイロットラインも立ち上げているのですが、もしかしたらその量産体制を構築するのに想定以上に時間がかかっている可能性があるのではないかということなのです。そしてこのプラッドプラスについては、その4680セル以外にも最新技術が採用される見込みとなっていて、通常の電気自動車におけるバッテリーというのは、例えば先ほどの4680セルのように最小単位であるバッテリーセルが存在し、それをモジュールといういくつかのバッテリーセルを集めて構成した単位を構成し、そしてそのモジュールをさらにいくつか合わせることによって最終的なバッテリーパックを構成しているのですが、テスラがバッテリーデーにおいて発表してきたのがストラクチュアルバッテリーパックという
ばれるその途中の構成単位であるモジュール、そしてバッテリーパックすらも撤廃し、バッテリーセルを直接ボディであるシャシーに埋め込んでしまうといういわゆるセルトゥーシャシーと呼ばれる技術を採用するとアナウンスしているのです。よって今回のプラットプラスの納車時期が遅れるということは、先ほどの46800の量産体制の構築が遅れているか、もしくはこちらの新たなバッテリーの搭載方法であるストラクチュアルバッテリーパックの開発が順調ではない可能性があると推測することができるのです。ちなみにこちらの推測が正しいと仮定した場合、さらに重要な問題が発生する可能性が出てくるということで、というのも現在ドイツベルリンにおいて目下建設中であるギガファクトリー4において今年である2021年中旬から生産をスタートする予定であるミッドサイズ SUV のモデル Y において採用される技術というのが、その4680セルであったりストラクチュアルバッテリーパックであり、つまりモデル S プラットプラスにおいて採用されるバッテリー技術を全て採用する計画ですので、こちらのイーロンマスクのツイートでも説明されているように、そのようないわゆる最新技術を一挙に導入するということは同時に重大な生産リスクもはらんでいるということになり、つまりモデル S プラットプラスの生産開始時期が遅れているということは、同時にベルリンで製造されるモデル Y の生産スケジュールにも影響を与えているのではないかということなのです。ただし直近のギガファクトリー4の動向を見ていても、今年中旬の生産スタートというタイムラインを未だに掲げているというところを見ると、そのようなバッテリー技術の開発状況が遅れているというようには見えないという点も同時に押さえなければなりませんし、個人的な予想では仮に生産がスタートしたとしても、やはり様々な最新技術が採用されているということもあり、すでにアナウンスされているドイツ市場においては第3四半期つまり9月までの納車は相当厳しいのではないか、少なくとも今年中のランプアップに関してはかなり絶望的なタイムラインとなりそうであるとも推測していますので、いずれにしても今後のテスラの販売体制に直結するドイツベルリンのギガファクトリー4における生産体制についても分かり次第情報をアップデートしていきたいとは思いますし、私の予想を裏切ってモデル Y については計画通りの納車開始のタイムラインとなるように期待していきたいとも思います。そしてモデル S の最上級グレードであるプラットプラスの値段設定が大幅に値上げされたという点に話を戻すと、このことから分かるもう一点のテスラに対する重要な事実というのが、やはりテスラの買い時という長年議論されている問題の答えというのは皆さん自身が買いたいと思った瞬間であるということで、通常の既存メーカーであればモデルチェンジというある一定の期間でもって変更が行われますし、その変更時期に関してもある程度予測することは可能ですが、テスラに関しては冗談抜きで同じ車両を次の日に注文すると150万円も値下がりしてしまっているなんてことが起こり得ますし、むしろ100万以上も値上がりしてしまうなんてこともあり、そしてこの突如とした値段設定の変更というのはほぼ予測不可能ですので、まさに買いたいと思った日が吉日、速攻でポチってしまうことがテスラの購入においては非常に重要なことなのではないかというのが個人的見解となります。いずれにしても今回の突如としたモデル S やモデル3の値上げによってテスラにおけるいくつかの重要な事実を考察することが可能であり、特に後者のテスラの買い時はいつか問題に関しては、待てば待つほどその車両性能が向上していったり、その値段設定もさらに下がる可能性もあるかもしれませんが、それを待っていてはいつまで経ってもテスラを購入することは不可能ですし、特にテスラの情報を追っている方であればお分かりかとは思いますが、完全自動運転という大津波によって皆さんの手で運転することができる時間というのは想像以上にわずかな時間であるということも同時に考慮してみると、繰り返しとはなりますが、本当に欲しいと思ったら私のテスラ車に関する解説などは聞かずにすぐにでもポチってしまうことを強く推奨します。2つ目のニュースに関してですが、第三者機関の調査によってテスラのバッテリー調達コストが業界でトップに立っているということが明らかになり、やはり自分たちの手でバッテリー生産にコミットしているという点がコスト低減につながっているということが改めて示唆されました。まず今回の調査に関してですが、ケアンエナジーリサーチアドバイザーズという調査会社によってテスラがパナソニックと協業して運営しているギガファクトリー1をはじめ、世界最大のバッテリーサプライヤーである中国の CATL や韓国の LG エナジーソリューションから購入しているバッテリーセルの価格や、そのバッテリーセルによって構成されるバッテリーパックの単価が競合他社であるアメリカ最大の自動車メーカーである GM やその他メーカーの業界平均とどれほどの差があるのかの調査となっていて、まず結論から申し上げて、バッテリーセルの単価に関してですが、業界平均が1キロワットアワー当たり186ドルであるのに対して、テスラの競合他社である GM に関しては169ドルと業界平均より低い単価を
達成しているのですが、テスラに関してはなんとさらに低い142ドルという単価を実現しているという試算となったそうです。つまりテスラのバッテリーセルの単価というのは業界平均よりも 25% 近くも安い結果であるということになり、電気自動車において最もウェイトを占める大容量のリチウムイオン電池の価格を 25% も抑制できている。よってなぜテスラがこれほどの質を誇る電気自動車をこれだけの値段設定で売ることができているのかがお分かりいただけると思います。またバッテリーセルを集合させて構成されるバッテリーパック全体での単価に関してですが、業界平均での単価が1キロワットあたり246ドルであるのに対してテスラは187ドルであったということで、こちらもほぼ同様に業界平均の4分の3程度の単価を達成することができているそうですので、やはりその原価低減の努力が実を結んでいるということが見て取れますが、そのテスラの圧倒的コスト低減能力と同時にアメリカ市場においてはテスラの次に電気自動車の販売台数を確保し、さらに2035年までに大排気量のフルサイズ SUV やピックアップトラックなどを含む全ての車両を完全電気自動車にリプレイするという超アグレッシブな電動化戦略を打ち出してきている GM に関しても、バッテリーパック全体における単価が207ドルと業界平均と比較しても 16% 程度も安価に調達することができていて、テスラと比較してもその単価においてかなり肉薄してきているという事実も同時に明らかになってきているのです。実は GM に関しては韓国の LG エナジーソリューションと協業して 30GWh 級という巨大なキャパシティを抱えるバッテリー製造工場を目下建設中であり、さらに第2のバッテリー製造工場の建設も計画しているという情報も入ってきているくらいのスピード感でもって、電動化を強力にプッシュするために最も重要なバッテリーの大量生産体制を爆速で構築している最中でもあり、今回の第三者機関に関しては2030年までにはテスラのバッテリー単価とGM のバッテリー単価はほぼ一緒になるくらいまで肉薄することにもなるとも試算しているくらいですので、いずれにしても今回の調査結果からもその自動車メーカーが電気自動車に対してどこまで本気であるのかという姿勢を見極める一つの判断材料として、やはりそのリチウムイオン電池の調達能力をどこまで確保することができているのか、そしてただそれをバッテリーサプライヤー任せにしているのではなく、やはり今回のテスラや GM のように自社内で内製化していかなければ業界平均のバッテリー調達コストよりも低く抑えることは不可能であり、現在世界で勃発している電気自動車世界大戦を生き抜くことは絶対にできないのです。今後の電気自動車業界の流れを正確に読み解いていくためにも、まずはこのリチウムイオン電池の調達能力をどのように確保しているのかという視点を持つことが大切であると思います。チャンネル登録や高評価、そして日産アレアも使用できるメンバーシップ登録のほどどうぞよろしくお願いします。今回は以上です。